かご勘弁を。もう知っていることは全て話しました。さっさと行きなさい。君たちに興味はないから。へっ、奴は今頃宝刀団に足止めされてるはずだ。あそこの内部は入り組んでる。あいつらに濡れ衣を着せれば調査に10日はかかるだろう。奴はもともと双眼巨炎を調べていた。こっちの動向に目を向ける余裕などない。奴が戻ってくるまで撤退する時間は十分にある。ダメだ。悪いわね。帰るところだったのに気分を害しちゃったかしら。お前どうしてここに。リーユエコを離れていても私の情報網は機能し続ける。細かな動きまではっきりとこの目に映っていた。そしてここに私がいるのは私の忍耐が尽きたから。生産を始めましょう。